はい、ピースケです。サクセススペシャルやっていきたいと思います。はい、今日はですね、新しいお知らせ来てたんで見ていきたいと思います。セレクトミッション開催決定ということで、はい、なんだろう、これミッションを達成してパワーサカボールをゲットしよう、並木の交換所で公開券と交換しようということで、はい、新しいイベントが開催でございます。これは並木の交換所ってことは、あのあれ、ホワイトデーだっけ、やったの、なんかチョコを集めてチョコとアイテム交換しようみたいなやつのサッカーボールバージョンっていうことですかね。うん、で、まあ来週の月曜から1週間スタートするようでございます。まあ、交換期間はまあちょっと長い、19までいきますってことで、まあミッションが、パワチャレの方であるみたいで、その中でなんか自分でミッション選ぶみたいですね。なんだ、あの挑戦状みたいな感じでランダムで出てくるのではなく、こっちが選んでやるみたいな感じみたいでございます。で、なんか守備のマークもあるから、得って何、得って何で、まあ守備は、守備もやるってことなのかな。はい、まあいろいろあるっぽいので、はい、この中から、まあ、走攻守どれになるのか、走攻守、走もあるのかな、盗塁するとかあるのかな、もあるのかもしれないですけど、なんかミッションを選んで、それでボールを集めようっていうことでございます。で、達成できそうなミッションだけ選ぶことがコツだぞっていう、まあ、あんま難しいの選びすぎてもってことですね。まあ多分難しいのの方がボールいっぱいもらえるような気もするんですけど、5試合、なるほど、5試合ごと、あ、なんか達成率みたいのがたくさん達成させないといけないってことなのかな。とミッションの達成報酬は条件を満たしたタイミングで、ああ、なるほど、もうクリアした時点で終わるんだ、なるほど。が来週からスタートでございます。で、1試合ごとにパワーサカボールもらえます。で、所属クラスが高いほどさらにもらえる量が増えるってことで、まあそろそろランクを増やしてほしいなとは思いますよね。 S までしかないじゃないですか。で、 S だったらそんな強い選手とかじゃなくても全然もういけちゃってると思うので、皆さんもうほぼね、ちょっとねやってる方だったらもう全然 S ランク、みんな S ランクみたいな感じだと思うんですけど、そろそろね、アプリですら SS6 ぐらいまで行ってる方もいるんで、 SS までは作ってほしいなって思いますよね。うん、はい、というわけで、まあ多分結構前回チケットとか、結構豪華だったんで、 PR おじさんとかね、まあ、俺はその辺、まあ大体 SR チケか PR おじさん狙いの方がほぼだと思うんですけど、その辺のね報酬をねしっかり集めて、このね回収するっていうのがね結構ね、こういう系のゲームの大事なところだと思うので、うん、頑張ってやっていきたいと思います。火山くんね、イエタイマ火山院のねガチャくんのかな、火山院はどういう感じで来るんだろうっていうのも、まあ多分ガチャで来るのかな、同じ感じで、まあ、1枚確定だと嬉しいけどね、ユールみたいに。ユール別にいらないよね、多分来週のそのイベントに影響ないことを祈るんですけど、こういう感じで来てくれたら嬉しいなぁとは思うんですが、はい、来週楽しみに頑張ってやっていきたいと思います。ということで、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。皆さん、ビジネス日常、バイバイ。